ちょっとあの私の仕事でどんなことをやってるかっていうことを喋ってみようかなと思うんですけど、一番最初の時にもあの日本人ってさっきの戦争ですごく精神的にも痛めつけられていて、でそのせいで非常にこう不安を訴えてくる患者さんが多いんですと、特に昭和一桁生まれぐらいの方がそうなんですという話をしましたけど、具体的に言うとですね、やっぱりこうなんだかんだってすごくもう眠れないとかですね、なんかくよくよしてる、もう不定愁訴というんですけれども、いろんなところが具合悪いっていう人がいて、で私たちはあの患者中心の医療っていうのはあの地域医療では中心となるコンセプトなんですけれど、普通の病院医療っていうのは疾病病気っていうのを生物学的にずっとこう捉えて分析して、まあ、治していく。だけど地域医療の世界ではそのことと並行して患者さんの主観に切り込むというそういう戦略を取ります。で、つまりその病気そのものじゃなくて、その病気を抱えてどんだけ辛いのかという、その、まあ、その人の心の中にずっとこう、まあ、探っていくわけですよね。でお互いにですよ、医者が探るんじゃなくて患者さんと一緒に探っていくわけですよね。でその時の気持ちとかですね、どういうことを期待されているのかとかですね、なぜこうなったと思いますかという解釈、そういうようなことを、それから今これで例えばあの足が痛くて日常生活上どういう辛いところがありますか、何が困りますかというようなことをずっと聞いていく、その人の主観に迫っていくわけですね。でそうすると実はですね、そういうお話をしていくということが治療につながるんですね。まあ、長い時間をかけてちょっとずつ何年も何年も付き合いながらですね、まあ、患者さんのことを全人的に理解をする、そして折に触れて、治療者とあの、まあ、治療を求めて来られる方の間にこう絶え間ない人間関係の強化というのを図ると、それは、まあ、ある程度はあの意識的にテクニックとしてやるんだけど、まあ、でもテクニックだけではそんなことはできませんからね、本当にその人の人生に興味を持って、話を聞くというようなことをしないと向こうだって分かりますから、ただ単にマニュアルでこんなことを聞いてきたななんていうことはですね、だからそこで人と人とのこうあのやっぱり対人関係、というのがあの仕事上でも私の能力にこうあの直結してくるわけですよ。でそういう意味では私は人間力って言いますけど、この座禅っていうことをずっとやっていてですね、やっぱりそういうところっていうのは強化されていると思いますね。自分の仕事の上でも極めて役に立っていると。例えば具体的に私が思い出せるような人でですね、例えば女学校の時に学徒動員で軍需工場みたいなところで働いてたところに金属の破片が飛んできて顔に傷ができてしまったと。で私はもう一生お嫁にも行けないと思ってもう泣いたんですと、ずっと泣いてたんですというおばあさんがいて、まあ見たって全然わかんないんですよ。まあシワができたからか、まあお化粧で隠してるのかわかんないけど、でもやっぱりあのやっぱり10代ぐらいの、まあ、女性がですね、そうやって顔に傷がついたっていうことがどれだけその人の人生に重荷になってたかというのは、まあ、想像がつくわけですよね。で、まあ、そういうような方とかもあの例えばですね、満州から戦争に負けて引き上げてくるときに、まあ、気の身気のままで財産も全部捨てて帰ってきたんだけれど、でご主人 の, あの実家である九州の町に行ったけれど、母屋には住まわせてもらえずに納屋に住まわせてもらって、だけど食べるものもないし、なんとなくこう嫌味を言われたりするんで居づらくなって、それからあとは親子で放浪しながらずっとこう生きてきたと、そういう過去を語り始める人もいる。あるいは父親は旧帝国海軍の水兵だったけれど、
硫黄島に行くときに貨物船かなんかに乗っていて撃沈されて戦死したんだと。で戦後は千葉の人ですからね、お母さんが一人で4人の子供をですね、野菜を背負い籠に積んで行商して野菜を行商して自分たちを育ててくれたんだというような話をこうが出てくるわけですよ、あの外来の中でね。でそういう、まあ、辛い気持ちみたいなところに焦点を当てていくとですね、昔もう意識に上らなかったようなことがずっとこうその人の人生の物語として語られ始めるわけね。で多分そのことっていうのがおそらく苦痛が軽くなるというようなこととつながっていくのかなと思います。まあ、こういうところで言うのもなんだけど、本当にねその語っていることが事実かどうかっていうのは問わないんだけど、そういうナラティブっていうんですけど、物語としてその人の人生に影響を与えているような、その人生の物語っていうのを多くの人が持ってるんですよね、意識してなくても。あるおばあさんはですね、朝鮮にいて、それでやっぱり負けて帰ってくるときに釜山まで、貨物列車に乗って家族で行ったんだけれど、貨物列車の車両のドアがガラガラガラッと開いた途端に今まで見たこともないような大きな鬼のような人たちがこう貨車の出口にいて、それで降ろされたと。まあアメリカ兵のことでしょうね、きっとね。それでみんなですぐに連絡船は出ないからと言って、キャンプのようなところで何ヶ月か生活させられたんだと。その時にかねてから知り合いだった新婚の奥さんが兵隊に連れて行かれて、ずっと連絡船が出るまで帰ってこなかったと。で帰ってきた、でいよいよ連絡船で日本に内地に帰れるって言って帰ってきたけれど、その奥さんはどうも子供ができてるみたいだったというの。これ壮絶な話でしょ。でそういう今まで忘れてたんですって、先生と話をしているうちにこういうことを思い出します。おそらく事実かどうかは分からないけれど、まあ周りの大人たちがそういうふうにひそひそ言ってるので、それで怖い怖い恐ろしい去られていってっていうふうに多分思って、そのあまりの辛い話を多分記憶の底に押し込めてるんですよね。まあそういうような、まあ外来って言ってもですね、その人のこう全人生そういうものにずっと触れながらこうやっていくっていうところに、まあ難しさもあり、やりがいもあるというようなことですね。あと例えば在宅診療なんていうとですね、いろんな人を在宅診療します。要するに病院に来られなくなったような人をこちらから出向いていくわけですけど、例えば一番典型的なのはがんの末期の方ですね。もうちょっとすることがないと、手術をしたけど再発した、抗がん剤やったけども効かなくなったと、まあそういうような方、まあそこにおられる坂下幸道さんが千葉県立がんセンター の緩和ケア の部長ですから、彼なんかからもよく紹介されて、ありがたいことにというか、でそれでまあ見るわけですけれど、まあ、あとは神経難病ですね、パーキンソン病とか ALS ですね、筋萎縮性側索横隔症、だんだん動けなくなっていくような病気の人、それからあとは脳卒中で、だんだんまあ、半身麻痺だって、最初なんとか杖で動けてたんだけど、年を取って筋力落ちていってだんだん動けなくなったと。あるいは認知症ですね、ちょっと認知症がひどくて外来で待ってるわけにはいかないと。で不安定で何が起こるかわからないんで、夜中とかに何か起こった時に心配だから在宅診療してくれと、まあそういうような、あるいは別に病気という、まあそうですね、まあ高齢者が増えてますから、そういう需要は非常にこう増えてきてるんですけど、まあ、あるおじいさんがですね、もう90歳超えてたと思いますけど、一人暮らしのおじいさんで、最初の頃おばあさんがいたんだけど、まあおじいさん一人になっちゃって、である時行ったら、午後行ったら、なんか今日晩ご飯どうするんですかって言ったら、本当はヘルパーさんが来て作ってくる予定なんだけど、まだ誰も来ないと言うんで、
お昼はって何か食べたか食べてないかよく分かんない。でそれでその時たまたま何か僕は一人で行ってたんですかね。いつも看護師と二人で行くんですけど、でじゃあちょっと冷蔵庫開けますよっつって開けたら、もう大したものが入ってないんだけど、じゃあ晩ご飯作っときますからねとか言ってですね、冷たいトマトを冷やしてあるの、トマトをスライスして塩振って、それでツナ缶があったからツナ缶開けてマヨネーズであえて、それからご飯は炊いてあったんで、まあ、これで食べてくださいとか言って帰ってきたとかね。まあ、あるいはですね、こんなの普通は医者がする仕事じゃないんだけど、でもやっぱりそういう困ってる人っていうのがあって、まあそういうようなことで人間関係がだんだんできていくわけですよね。で、ある50代僕より若い女性がおられて、もう本当にもう病気の塊みたいな人で、まあ、精神的にも肉体的にもいろんなところにかかっていて、パーキンソン病があったりとか、リウマチがあったりとか、それからうつがあったりとかで、一人息子さんがいるんだけど、息子さんも精神病でちょっと頼りにならないと、一緒には住んでないというような人がいて、まあ、なんだかんだと僕らも定期的に訪問して、まあ、なるべく安全に暮らせるようにということで見てたんですけれど、メールが入るんですよね。僕らが持っている仕事用の携帯にメールが入る。今までありがとうございましたとかね、もう死にますみたいなメールが入るわけですよ。それでとか思って、それで、まあ、ちょっととりあえず様子見に行こうか。でもそういうことが何度も何度も続くんですよね。だからどうしようかって言ってて、それで人間関係、いろんな人とケアマネージャーだとか訪問看護の人だとか、いろんな人とこんなんだけどどうしようかなんてみんなで相談するんですよ。我々だけが単独でやるわけじゃん。みんなでチームを作って見てるわけで、でそしたらなんかどうもボーイフレンドがいるらしいことが分かりましてですね、それがタクシーの運転手さんをやってる、まあ、人がいてですね、時々来てるというんで、そしたらじゃあその電話番号聞こうっつって、タクシーの運転手さんの電話番号を聞いてですね、それでまあ電話して、こういう感じで、もうちょっとなんかもう家にいるのが大変で、一人で置いとけないんですよ。もう頻繁に顔出して、ちょっと見ててもらえませんかみたいなことを頼んだりしてですね。したらなんか最初はなんとなく、いやーとか言って渋ったりして、いや、あんなに、まさかあんなに病気持ちとは思わなかったんですって、なんか変なことを言い出してですね、言ってたんだけど、話をしているうちに、わかりましたとか言って、そのタクシーの運転手さんすごくいい人だったですね。結果的にはね、もうこれも何か腐れ縁だと思って、じゃあもう私が責任持ちますなんつって、だからそういうような変なところからですね、救いの手が差し伸べられて、どうにかこうにか安定したとか、そんなような、すごく地域医療ってね、全く権威のないところで地べたを這いずり回ってるようなことをやってるわけですよね。でもそれって我々のやってる善の世界でも同じで、上から権威のある人がですね、何か上から目線で言うって、そういうものじゃないんですよ。我々の理想とする人間像っていうのはそんなんじゃないんですよね。もう本当に地べた這いずり回ってそれでいいんだというようなところで、僕は気に入ってんです、自分の仕事が。まあ本当に締まりのない話で、なんだかんだというあれですけれど、これ以上喋ってもいいかなと思って、まああとはもし何だったら質問していただければ、私の答えられる範囲で質問を受けようかなとも思いますけど、どうでしょう。まあ本当に尻切れトンボになっちゃいましたけれど、まあ、自分の、まあ、家庭のことってあんまり言うと生々しいからあんまり言いませんでしたけれど、自分の仕事っていうのを、まあ、大学病院辞めて地域医療っていう世界でずっとやってるけれど、それってすごく自分にとっては座禅の修行と一体化しててですね、やっぱり人と人との関係、私たちがの標語としては正しく楽しく仲良くというふうに言うんですね。正しくっていうのは
自然の道から見て、非常に道徳的に正しいんじゃないんですよね。自然だということですよね。自然で、そういう道をずっと歩いて生活していくということで、本当の楽しみというのが味わえると。で、そして最終的には世界の人、自分の周りの人たちがみんな仲良くやっていくと、そういうところがこう理想なわけで、それはやっぱり折に触れて意識しますよね。正しく楽しく仲良く、まあ、そういうふうにな人生が自分で歩めたらなと思いながら、それは仕事だけじゃありませんけど、家族の中、家庭生活でも、まあ、仕事でも、あるいは近所の生活、近所の人たち、いろんなコミュニティの中でも、そういうふうに自分が常にやりたいなと。うまくいかないですけどね。うまく、本当にきれい事じゃない、なかなかうまくいかないです。うまくいかなくても、そういうこともある。で、そこでめげないというふうにして、まあ、いい時もあれば悪い時もあるだろうということで、まあ、日々送っております。まだまだ不完全ですけど、でも、自分の目標とする道筋が見えているということは、すごく自分としては、まあ、大変ありがたいというふうに思っています。まあ、以上です。どうもありがとうございました。座禅を中心として、軸として生きていらっしゃる大宮のおこじが、ご自身の生き方について語ってくださったんだと思います。大変興味深いお話でした。ありがとうございました。